歴代史第一の二十章年が改まり王たちが沈む頃ヨアブは軍勢を率いてアモン人の血を荒らしさらに進んでラバを包囲したダビデはエルサイムにとどまっていたヨアブはラバを撃ちこれを破壊したダビデが彼らの王の冠をその頭から取った時それは金一タラントの重さがありそれには宝石がはめ込まれているのが分かった その冠はダビデの頭に置かれた。彼はまたその町から非常に多くの分取り物を持ってきた。彼はその町の人々を連れてきて石のこぎりや鉄の釣り橋や斧を使う仕事に就かせた。ダビデはアモン人の全ての町々に対してこのようにした。こうしてダビデと民のすべてはエリサメに帰った。その後、ゲゼルで ペルステ人との戦いが起こり、その時、不写人ジベカイはラファの子孫の一人、ジパイを撃ち殺した。こうして彼らを征服された。また、ペルステ人との戦いがあった時、ヤリの子、エルハナンはガテジ、ゴリアテの兄弟、ラフミを撃ち殺した。ラフミのヤリの絵は、旗織りの巻き棒のようであった。 さらにガテで戦いがあった時そこに指が6本ずつ24本ある背の高い男がいた彼もまたラファの子孫だった彼はイスラエルをそしたがダビデの兄弟シムアの子ヨナタンが彼を撃ち殺したこれらはガテのラファの子孫でダビデとそのキャたちの手にかかって倒れた